東条村とは、千葉県安房郡に、かつて存在した村である。現在の鴨川市の中部に位置している。1889年、町村制の施行に伴い設置され、昭和の大合併に伴い廃止された。鴨川町の北東に隣接する。西隣の西条村との境界はむね町崎川で、ある。北には成長給料が連なり、南は海に面する。 現在の鴨川市域を鴨川市成立時及びその後の合併時の町村によって4地区に区分する場合、鴨川地区の一部に位置づけられている。鴨川市域を町村制施行当時の町村によって12地区に区分する場合は、東上地区とされ、現在の大技では泉、広場、西町、東町、桃源浜小ぎとびちが含まれる。 1926年時点の東条村は、東に、天津町、北に、君津郡亀山村、西に、西条村、南は、町崎川を隔てて、鴨川町と接していた。町崎川河口から天津町浜尾城にかけての、海岸は、東条浦と呼ばれた。当時は全村を旧村に従い、東、西、泉、広場、浜尾尾飛び地の5区に分けていた。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西三崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平群、21、なぎ原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、朝比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、の父倉町。 44、ケンタ村45、千トセ村46、トヨダ村47、マル村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、エミ村、長佐郡、61、ふとみ村62、大仙村63、ヨシオ村64、ユキ村、後月村、 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大々、巨南町広場古墳群からは、古墳時代後期に作られた、業界質左岸製の繰り抜け、式船型石棺が出土している。 この形式の石棺は、千葉県では、唯一の出土例で、古事記に、長佐国像と言及されている。この地域の主張層との関連が考えられている。和名類受賞に、記載のある、長佐軍友部号は、泉座布部付近に否定されている。自称4年、石橋山の戦いで破れ安防国に落ち延びた、源頼朝は、当地で、上佐広常の軍勢の合流を待ったという。 松崎の地名はこれに由来するといい、頼朝後期がか松などの伝承地があった。頼朝の元に参じた武士に、東条秋のりがおり、後に、頼朝が伊勢神宮に寄進した、東条三栗屋の地頭となった。ただし、当時の、東条という地名は、近代の東条村よりも広い地域を指している。文芸元年には、 自頭の東条影信が小松原において、日蓮一行を襲撃した。後に、法南の地に、鏡吉寺が創建された。室町時代後期に、東条上城,城主の東条四郎、常勢が、里見義金、あるいはその孫の里見義豊に攻め滅ぼされたという。江戸時代初期の元代四年、道場村が、広場村、東村、西村の三村に分割された。 元那六年には、西郷聖油が一万国で入法し、東場ジニアを設けて、統治を治めた。元六五年に、東場藩は下屋国に違法された。泉村は、江戸時代には上泉村、下泉村、小泉村、新泉村に分割されていたが、明治維新後に再統合された。1878年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、広場村、 東村、西村は一つの連合となり、泉村は単独で古町役場を置いた。1884年に古町役場の管轄変更が行われた際に、泉村は、ダス村外三村と連合した。1889年、町村制の施行に伴い、広場村、東村、西村、泉村が合併し、東条村が発足。この際、 浜尾木村内にあった東村の飛び地と東村内にあった浜尾木村の飛び地が交換された新村名は泉村を除く三村がかつて東条と称していたことから命名された1921年泉区の公会堂として泉公会堂が建設された木造平屋建てのこの建物は高知整理事業が完成したことを契機として建てられたもので 事業の記念碑的な存在でもある。1888年に記された文豪取り調べ文書によれば、住民はおおむね農業で生計を立てていたとある。1926年の安房軍史によれば、土地は法上で農耕に適しているが、当時より約30年前から水路整備や高地整理に着手し、軍内屈指の農業改良を施した。 結果として麦、豆、玄華の二毛作が可能になり、米の質と収穫量にも大きな影響を与えるなど、村の農業は大きな恩恵を受けた。副業として養蚕が特に盛んであった。ありがとうございます。